4月3日火曜日より順次放送スタートの TV アニメ銀河英雄伝説ダイナウェジーズよりお待ちかねのメインビジュアル及び第1話のあらすじ先行場面カットが届いた。4月3日火曜日より順次放送スタートの TV アニメ銀河英雄伝説ダイナウェジーズよりお待ちかねのメインビジュアル及び第1話のあらすじ先行場面カットが届いた。銀河英雄伝説は田中良樹さんによる SF 小説で、1982年に第1巻が刊行されて以来、累計発行部数1500万部を超えるベストセラー。1988年から制作されたアニメシリーズは、当時日本で活躍していた声優のほとんどをキャスティングしていたことから、銀河声優伝説とも呼ばれ、OVA110 話、外伝52話、劇場作品3本という圧倒的ボリュームで展開した。アニメにとどまらず、コミック、ゲーム、舞台劇など様々なメディアにも進出し、今なお多くのファンを魅了しており、かねてから新作アニメーションの制作が告知。新しいアニメーション、銀河英雄伝説、ダイナウェジーズとして、原作小説銀河英雄伝説を第1巻黎明編から順に改めて新たに映像化。攻殻機動隊やサイコパスサイコパスシリーズなど数々の話題作を手掛けたプロダクション IG が制作を担当し、全24話で構成される予定だ。 RR 名作 SF 銀河英雄伝説新アニメを2017年に公開。制作はプロダクション IGRR 2018春アニメラインハルトとヤンの2大主人公と銀河帝国自由惑星同盟両サイドの主要人物が対峙するメインビジュアルは、これから始まる壮大な宇宙叙事詩の幕開けを予感させる。また今回第1話永遠の夜中での先行カットあらすじが公開となったのでご紹介しよう。第1話永遠の夜中で、宇宙暦796、都市帝国暦487、年初頭ラインハルト上級大将を率いる2万隻の銀河帝国軍艦隊はイゼルローン回廊を抜けて自由惑星同盟方面へと進行。迎え撃つ自由惑星同盟軍は帝国軍の2倍に及ぶ4万隻の艦隊を動員し、帝国軍艦隊を三方から包囲しようとしていた。メルカッツ大将らラインハルト機下の5人の帝国は撤退を意見無視にするが、ヘリップ銀河英雄伝説は田中良樹さんによる SF 小説で、1982年に第1巻が刊行されて以来、累計発行部数1500万部を超えるベストセラー。1988年から制作されたアニメシリーズは、当時日本で活躍していた声優のほとんどをキャスティングしていたことから、銀河声優伝説とも呼ばれ、OVA110 話、外伝52話、劇場作品3本という圧倒的ボリュームで展開した。アニメにとどまらず、コミック、ゲーム、舞台劇など様々なメディアにも進出し、今なお多くのファンを魅了しており、かねてから新作アニメーションの制作が告知。新しいアニメーション、銀河英雄伝説、ダイナウェジーズとして、原作小説銀河英雄伝説を第1巻黎明編から順に改めて新たに映像化。攻殻機動隊やサイコパスサイコパスシリーズなど数々の話題作を手掛けたプロダクション IG が制作を担当し、全24話で構成される予定だ。 RR 名作 SF 銀河英雄伝説新アニメを2017年に公開。制作はプロダクション IGRR 2018春アニメラインハルトとヤンの2大主人公と銀河帝国自由惑星同盟両サイドの主要人物が対峙するメインビジュアルは、これから始まる壮大な宇宙叙事詩の幕開けを予感させる。
迎え撃つ自由惑星同盟軍は帝国軍の2倍に及ぶ4万隻の艦隊を動員し、帝国軍艦隊を三方から包囲しようとしていた。ガッツ大将らラインハルト機下の5人の提督は撤退を意見具申するが、ヘリップ今回第1話永遠の夜中での先行カットあらすじが公開となったのでご紹介しよう。第1話永遠の夜中で、宇宙歴796年、帝国歴487年、初頭ラインハルト上級大将を率いる2万隻の銀河帝国軍艦隊はイゼルロン回廊を抜けて自由惑星同盟方面へと進行。